はいどうも、リスキーです。今回は社内で使っている充電環境をご紹介したいと思います。 はい。というわけで今回は車内の充電環境のご紹介ですえ。普段僕が乗っている車っていうのは新型ハスラーなんですが、まあ、その中でね、え使っているえカー用品というか、まあ、充電関係のえグッズを順番に紹介していきたいと思います。今回紹介する、まあ、充電関係のえカー用品なんですが、これね、別に新型ハスラーじゃなくても、まあ、車を乗られている方にはぜひ使ってほしいなって思うような、もうめちゃくちゃいい、まあ、安くてスマート パトでコンパクトな、えー、USB 充電器だったりとかのでそれではまず一つ目がマグセーフ充電器ですこのマグセーフ充電器は、まあ、iPhone 12専用っていうことにはなるんですが、まあ、iPhone 12を使われている方には、えー、かなりおすすめな、えー、充電器ですまず価格がめちゃくちゃ安い、えー、2000円台で買えますでこれを使う前っていうのは、えー、ベルキン製のスタンドを使っていましたでこれも同じくマグセーフなんですが 充電はできませんただ当時ね iPhone12 を買った時っていうのはもうね車の車載用スタンドっていうのがまあベルキンしかなかったんでひとまずねこれを買いましたでまあねこれもめちゃくちゃいいんですよ、まあ、価格はね結構いい値段するんですがやっぱりね高級感があるというか作りもねかなりしっかりしていて、まあ、使いやすいんですよまあこのね普段使っている iPhone12 をえポケットにね入れたまま運転するのってちょっとねこの辺ポケットあたりがねちょっと気にな 車に乗ると、ね、もうそのまんま、えー、マグネットでピタッとこうくっつけてスマホを置いておくように、えー、買いましたこれね使ってて思ったのがやっぱりねあの充電できた方が便利だなと思ったんですねで、まあ、ちょっとアマゾンを見ているとめちゃめちゃ安くてしかももう見た目がねベルキンのやつにそっくりな、えー、スタンドというか、えー、マグセーフの充電器がありましたでそれをまあちょっと買ってみたんですよ ですがなかなか良かったっていうのでちょっとねもうベルキン製のやつからこっちの方に切り替えようかなと思って今はこのマグセーフ充電器スタンドを使っていますでまあ見た目もねもうほぼベルキンに近い感じなんで結構ねこう車のところに置いてもスタイリッシュな感じになるしでこれをまあつけたまんまあの高速を走ったりとかちょっとね道が悪いまあアクロというかまあそういうところを走ってもスマホがねバタンとこう落ちるような こともなかったです。これね、ベルキンみたいにこうスタンドをね。こう角度をこうくるくる。変えて使うっていうのはちょっとねえ。こっちの方、あたあのマグセーフ、充電器の方はやりにくいかなっていう感じがしました。まあ、できないことはないんですが、ベルキン製ほどこうスマートに切り替えはできないかなっていう感じでした。続いてが amazon ベーシックの usb ケーブルです。この amazon ベーシックの usb ケーブルはあえてねコードの長さが長いものを買って僕は使っています。これ これ何に使っているかっていうと、後部座席のタブレット用の充電に使っています。で、これね、後部座席に、まあ、子供が乗るんですね。で、そこで、えっと、まあ、ちょっとね、こう高速とか、結構長い道のりをこうドライブするときなんかに、やっぱりね、子供だとちょっと暇しちゃうんで、後ろにね、あの簡易的に取り付けれる、えっと、タブレットスタンドみたいなのがあって、それをね、後部座席につけてえ使ってます。で、このつけているタブレットっていうのは、 の HD タブレットです、すこれをまあ充電、ね、したいなっていう時に、えー、と前のこの USB 充電器からケーブルを引っ張って充電しているんですがこのね長さっていうのがちょうどね僕が買った、えー、ケーブルの長さっていうのがちょうど良かったので、えー、これを買いましたで AmazonBASIC のケーブルっていうのは基本的にはめちゃくちゃ安くてコスパが高いのであの普通にねケーブルが欲しいっていう場合はもう別に車の 中だけじゃなくて結構ねあの格安で、手に入るケケーーブブルルののの中では割とコスパの高いケーブルの1つですでまあ、そんな Amazon Basic のケーブル、これが Type-C のケーブルを使っています。なので、車載用充電器の方も Type-C を使っていて、で、この FireHD も Type-C で充電できるので、両方ですね、USB Type-C で充電しています。これね、長めのケーブルっていうのが割とね、使い勝手が良くて気に入ってます。あえて、まあ 長いいケケーーブブルルををを買っっっててて後部座席に乗るる人が充電できるような環境を作りたいと思ってこのケーブルを使ってます続いてが巻き取り式 USB ケーブルです。これも本当にめちゃくちゃ便利で気に入ってるんですが、あの安くてね、先端にね、3つの端子が付いています。なので、これ1つで3台同時に充電することができるっていうのが特徴です。またほんで巻き取り式っていうのがいいんですよ。あの最大ね、120センチまでケーブルの長さが伸びるので、まあこれも、ね 後ろの人がスマホ充電したいってなったらこれを伸ばして後ろで充電することもできるし、まあ、別に伸ばさないで、えっと、短くして使うっていうこともできるので結構ねほんと使ってて。あの 取り回しというか、ほんと使い勝手がいいんですよ。え、例えば、えっと、マイクロ USB で、え、n d l e をね、車で移動中の間に充電しておきたいとか、あとは、まあ、ライトニングもついているんで、iPhone 12じゃない人、えっと、僕はマグセーフで充電ができるからいいんだけど、まあ、例えば妻とかだと、iPhone 12は使ってないんですよね。なんで、まあ、ライトニングを使いたいとか、で、まあ、タイプ C も使いたいみたいな時に、えっとね、この USB ケーブル、まあ、3台同時に充電できる巻き取り式の USB ケーブルがあるともうこれ1本でほぼほぼの充電はいけるっていう感じです車で移動中の間にえっと何かしらのエデバイスを充電したいっていう時にはすごく重宝しているアイテムの一つです続いてが2連ソケットですいわゆるえカーチャージャーなんですがこれがね2口ついたものになってます僕が乗っているまあハスラーは運転席にカーチャージャーというかあのシガーソケットの差し込み口がまあ2つあるんですねそれでもねちょっとねあの足りなかったんで USB の差し込み口が。っていうのがやっぱりあのガジェット好きっていうこともあってあの車の移動中とかに結構ね機材というか、まあ、身の回りのガジェットをもう移動中の間に充電しておきたいなとか。 あと、えっと、車でね、常時、あの、USB を挿したままにしているガジェットっていうのが二つあって、一つが Amazon のエコーオートと、で、もう一つが、えっと、シャープのプラズマクラスターです。で、まあ、この二つはね、常時 USB に挿しっぱなしなんですよ。で、まあ、こういったものとか、まあ、他にもね、いろいろ、 えっと、車の中で使っているカー用品とか、まあ、ガジェットとかがあるのでそれはまた別の動画で、えっと、紹介しているので良ければ気になる方はそちらの方もご覧ください。 っていうのを使っっててますっていうのが、えっと、こういったね常時差しっぱなしのえガジェットだったりとかさまざ、あ、まな、ねえっと、ものを USB をね、えー、差して充電したりとかっていうことをしているのであの差し込み口が足りない問題みたいなのがあったのでこういうね拡張できるえシガーソケットの口を拡張できるものを僕は使ってますもうちょっとねなんかスマートにやっぱしたいなとはちょっと思ってるんですねこの拡 強調している2口のソケットを、まあ、助手席のところにつけてるんですがこれがねできればやっぱりない状態でデフォルトのね2口のままで運用できるようにできたらやっぱりねちょっと車内がスマートになるのでこの辺がねちょっとまだ課題かなとは思っててもう少し、えっと、車内の充電環境というかっていうのをスマートにしたいなとは思ってます。 ただ、まあ、あの、充電ですね。えっ、ー、と、シガーソケットの口が足りないみたいな人には、こういったものがあるとおすすめなのかなと思います。で、最後が、大きいの車載充電器です。で、この車載充電器はマジで最強です。もうこれ以外、え、ない。もうこれしか勝たないっていう感じの充電器になってます。まず、小さい、スマート、そしてパワフルっていう、もうこの3点ですね。今あるこういうカーチャージャーではもう最強じゃないかなと思います。で、何が最強なのかっていう まずこのサイズですねめちゃくちゃちっちゃい。で、しかも、えっと、スマート。で、これをシガーソケットに挿すと、こんな感じで、まあ、いチートまではいかないんですが、これ以外ないなっていう感じです。で、これちょっとほんと Amazon で見つけて、試しに買ってみたんですが、もうこれめちゃくちゃ良すぎて、今使っている車載充電器はもう全部これに変えようと思ってます。もうほんと見比べてもらったらわかるんですが、これね、全然違うでしょう。 こんな感じで一般的なこういうカーチャージャーっていうのはあのシガーソケットに差し込んだ時にこのボコってね先端が出るんですけどこれねこのカーチャージャーだと辛い地とまではいかないんですがこんな感じでねかなりすっきりコンパクトに収まるんですよこれがねすごいしかもデザインがめちゃくちゃかっこいいんですよかなりスタイリッシュで安っぽくないんですよでそれでいてこれ確か1000円台かな1500円とかそんな値段で僕はちょっと買ったんですけど なんせ安い安いいしで、しかも、これタイプ C とタイプ A2 つの差し込み口がついてます。えっ、ー、と、2つ同時充電で最大 24W の充電ができて、最大 30W の充電ができます。かなりパワフルな充電器になってます。なので、まあ、車に乗っている人でカーチャージャーを使っている人にはもう全ての人に使ってほしいなって思えるくらい、あのかなり満足度の 高いえここ最近ですね。今月、まあ買って。 商品ななんでですすが上上半期買ってよかっってかかかたたり上位にに入るほんと地味によかったアイテムの一つですはいというわけで今回は車内の充電環境をご紹介しました、まあ普段新型ハスラーで使っている充電環境ですねそういったものの便利アイテムというかまあ便利グッズを順番に紹介させてもらったんですがこのチャンネルではこういった感じでまあ安いものだったりとか便利なものとか特にガジェットだったりとか暮らしの道具みたいな ものを紹介しています。今回の動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。